ポケモンの特性って実は戦闘以外でも効果を発揮してるのを皆さんはご存知でしょうか。特に怪力バサミの効果がかなり面白いので、よかったら最後まで見てってください。威嚇、戦闘に出るだけで相手の攻撃を1段階下げる特性。対戦でもめちゃくちゃ優秀な特性ですが、実はフィールドで手持ちの戦闘にしてると野生ポケモンとのエンカウント率が下がります。めちゃくちゃ便利だけど、ストーリー中って特性威嚇のエフェクトテンポが悪くて後ろにしがち。虫の知らせ、虫タイプの技の威力が上がる特性。なんともない普通の特性ですが、フィールドで手持ちの戦闘にしてるとポケモンの鳴き声の頻度が上がります。何それって感じの効果だけど、こういうの冒険してる感が強く出て好きです。フィールドの鳴き声って落雷の声ばっか聞いてた記憶があります。怪力バサミ、攻撃ランクが下がらないってだけの特性。対戦環境で使われることはあんまりないゴミ特性なんだけど、実はなんと居合切りで刈り取れる草の範囲が多くなります。いや、どっちにしろ使わねえゴミ特性。